やっぽーん。こんばんは。キュチュインテールですよ。あ、I love you。くまちゃんありがとう。かわいいありがとう。ハートありがとう。そうです。見て。リボン。ハートありがとう。雪の騎士ありがとう。ラブレターありがとう。え、カムラさんが泣きのプロみたいに言ってました。ひどいな。そんなんじゃないですよ。そうです、今日はお人形さんみたいにしたくて、なんとなく。ラブレターありがとう。んやっほー、星ありがとう。 I love you、 ありがとう、お手紙。そう、偽のピクニックありがとうございます。そう、なんかそうでしょ、ドール感あるでしょ。見て、ちゃんとお目目もね、ちょっと垂れ目っぽくしたのよ。そうよ、そう。雪の結晶ありがとうね。雪の結晶ありがとう。だるまありがとう。星ありがとう。かわいいありがとう。ハートありがとう。だるまありがとう。そう、今日はちょっとドール意識。だるまありがとう。雪の結晶ありがとう。こんばんは。だるまありがとう。こんばんは。うん、こんばんはみんな。そう、今日はちょっとお人形さんっぽくしたくて。ハートありがとう。ハートありがとう。自信をつかせました。ありがとうございます。大人な印象本当。キュンキュンラブリー、ありがとうございますね。2600年 S 公演は見てたんですけど、あの電波が悪くて切れちゃいました。あの電車の中で見てて。そう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 、ツインテール。そう、私も DMM で、 DMM って言っていいのか分かんないけど見てたんですけど切れちゃった。もっと掘りしも本当。え、ジャージスウェットじゃない。でも今日のお出かけした服、お出かけてか学校に行った服。こんばんは、おはようございます、ありがとう。そう、岐阜電波、そうそう、移動中に見てたのよ。そうなの、なんかなんかあんまり。え、そうですよね、高市さん卒業発表。そうですよ、知ってますよ、坂本マリンさん壁紙のこと。違う DMM って言っていいのかっていうのは、ショールームとの配信かぶりがある、配信の会社かぶりっていうか、そういうのがあるじゃないですか。こんばんは、雪の結晶ありがとうございます。今日人形さんみたいですよ。雪の騎士ありがとう。そう、雪の騎士ありがとう。そう、新幹線も良くないね。星ありがとうございます。そう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 、そうなのそうなのそうなの、いろんな事情で。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。そう、髪の毛ね、本当はね、今日ツインテールする予定じゃなかったの。あ、じゃあいいのか言って。似合う、ありがとう。ツインテールするつもりじゃなくて、普通になんか綺麗なお姉さんみたいになんか髪の毛巻こうと思ってたら、なんかこの髪の長さだからか知らないけどボンバーみたいになっちゃって、でそれでなんかまあちょっと対処法ないなって思ってツインテールにしたの。バラありがとう。雪だけしありがとう。そうなの、本当はするつもりなかったんだけど、でも可愛いって言ってくれるならオッケー。星ありがとう。そう、ボンバーになっちゃって、本当になんかあの何、耳にかけてももうダメになっちゃって。そう、ボンバー花見たかったの、かわいい。そう、意外に髪の毛長いんだよね。そうなの、ダメな方もありがとう。ボンバー見たかった。そう、ドールっぽいでしょ、今日はドールっぽいの。知ってる方がないのに、あら、私です。顔立ちはっきりしてて、ありがとうね、ありがとう。こんばんは、ついにかわいい、ありがとうね。見た、やだやだやだ、頑張ってて頑張って、うん、頑張るよ。ワンピースじゃない今
結果可愛くしよう。 OK。 ユネギアさん、こんばんは。ありがとうありがとうね、めっちゃ可愛いとか言ってくれて、似合う、ありがとう。ボンバー肌のいつかみたい。どうかな、どうしようかな。間に合った、よかったよかった。なんかね、本当になんか私髪の毛巻くのが下手くそで、なんかこのウェーブしかできないんですよね。でなんかこのくるくるくるみたいなのができなくて、下手くそで。ドールハナちゃんを家に飾りたい。飾ってかきれなも今配信、かきれな今も配信してるの。そうなの。お手紙ありがとう、ラブレター。綺麗に負けてる。本当本当によかった。でも私本当にロングの時もさ、巻いてなかったからストレートばっかりしてたんだよね。花束ありがとう。結婚していいよ。こんばんは。ご飯といいよ全然。僕のお家の人形になってくれる日はいつ来るんですか。え、いつお迎えしてくれる。長いのね。え、いや、あの私結構ずっと長かったの。そう、そう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 。可愛い、ありがとう。結婚していいよ。別のアカウント見つけた。今日も可愛い、ありがとう。名古屋巻きっていうの。そうなの。雪の結晶ありがとう。ハートありがとう。ツインありがとうね。ツインちゃん可愛い。ハートありがとう、いっぱい。ハートありがとう。ツインいい、ほんと。ハートありがとう、ハートありがとう。こんばんは。あはは、とお話しようか。じゃあ僕の横空いてますよ。あ、行っちゃおうかな。今日の花ちゃんアクスタにしたい。あー確かに。え、今日の花ちゃん、え、どうやったらできるの。花の全身写真送ればいいの。またこの髪型したら全身写真送るね。昨日の、いや全然いいですよ、見れる時に来てね。ラブレターありがとう。毎日これでいいよ。え、毎日これ本当に。もうすぐ髪切る、ちょっとだけ。そうだね、もうすぐ切るかも。こんばんは、こんばんは、こんにちは。だな、うん、待っててください。今日はちょっとお洋服があれなので、あのまた可愛いお洋服着てこれでやります。僕も2つ、うん知ってる。可愛くて画面をちょくちょく、え、してください。アクスタ作る、あ、見ました見ました。ポニーも見たい。ポニーのねくるくるも悩んだ今日。2話目の方もありがとう、こんにちは。だな、断髪式は実は9日ですね。チームコンのオープニングアクターの仕上がりが、自己評価、70くらい、うん、わかんない。ありゃ、バレてるに決まってるでしょ。ダンススキルさえ身につけ、本当に控えめに言っても顔、ありがとうございます。そうそうそう、9日にね切るんだけど、でもそんな切らないよ。あのなんかここら辺まで切るの、あのわかる、この髪下くらいまで切るだけよ。あ、ほら、ありがとうございます。僕はアクセスができないのでやる花だ。あ、持ち歩く 87%、 あ、80、確かに 87% で喋りも上手。ほら、ありがとうございます。こんばんは。メド配信の、そうだね、メド配信の前に切っちゃうから、明日髪の毛長いの最後かもしれない、もしかして。でもわかんない、キャンセルするかも。あの急になんかレッスンとか入ったりしたらキャンセルするからわかんない。初音もありがとうございます。こんばんは、こんばんは。そう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 、この肩ちょい下くらい、あのアーシャの長さくらいまで切るかな。星ありがとう、虹色の星。だからみんななんかさ、してほしい髪型ある。ハンマンチュイン、かわいい、チュイン、かわいい、チュイン。そう、本当にこのぐらい切る。うん、あと黒染め。こんばんは、ハートありがとう。リンゴ、何リンゴ、やだ、切るのやだかな。何がいいかな、髪の毛明日の配信。なんでもいいんだけど、リンゴヘア、あ、リンゴヘア全部やろうかな、みんなに言われたやつ。こんばんは。ココミンが好きな横縛り、あ、横縛り、ここら辺の
アーシャめっちゃ短く、めそうそうアーシャ結構短いんだよね。切った髪をください。え？え？ハーフツイン、こんばんは。ハーフアップですか？刈り上げじゃないですよ。三つ編み、確かに三つ編みもいいよね。フォローありがとうございます。そう、垂れ目メイク、パンダ、こういうやつ。明日と土曜日の朝できる。ポニーテール大好きみんなのでお願いします。高めのツイン、片方にまとめるやつ。なんか髪短いとできないやつがいいから、高いポニーテール、高いツインテール、お団子あたりかな。なんかハーフアップとか短くてもできるから、また見て。ハーフツインもできる。クマちゃんヘア、クマちゃんヘアもしなきゃね。やばい、この時間なのにやらなきゃいけない髪の毛がいっぱいある。元気になった、ありがとうね。こんにちは、ハナナ。高めツイン、高めツインみんな好き。二度目の方もありがとうございます。二度目の方もありがとうございます。サイドポニーもね。何何何何、デコ出しかな。アシャラハナナもお気に入り。でもそろそろ変わるんだっけ。変わるの、そうなの。デコ出しか、デコ出しもいいけどね。うん、明日の楽しみ増えました。あ、よかった。サイドポニー、サイドポニーみんな好きなんだね。焼けなけしありがとう。こんにちは、ナナ。サイドポニーが好きなんだ。で、結構デコ出しもやっぱりみんな好きなんだよね。ポニーテも好きなんだね。何でもいいよ、ナナ。実家は帰るので見えないかも。あ、じゃあなんか、あの、某配信サイトで見てください。そう、古畑さんに似てるって言われますね、おでこ出すと。そう、おでこ出すと本当にみんな可愛いって言ってくれる。こんばんは、2度目の方もありがとうございます。こんにちは、こんにちは、ななこんばんは。楽しいな今日も配信が。でまつげが本当に上がってるでしょ。キュンキュンラブリー、ザナくんかわいい。三つ編みは捨てがたい。わ、どうする、どうする、どうする。こんばんは、ツインテールかわいい、ありがとう。こんにちは、ナナ。メイクいいでしょ。知り合いでデコ出ししか愛せない人、そんな人がいるんだ。発音もありがとうございます。まつげた、今日はね、まつげが立ってる。めっちゃスタンドアップって感じ。チークの色も絶妙。ほんと2600超えた。え、ありがとうございます皆さん。自分のアピールが上手。ほんと明日の夜はよくいいなぁ、みたいな形がしっかりして。ほんとに絶好調に可愛い、ありがとう。うん、ゆうちゅうやまさんめっちゃ綺麗。前髪いい感じ。ほんとこんばんは、ハナさん。何言おうとしたんだっけ、忘れちゃった。ハナさんって言ったけど何言おうとしたか忘れちゃった。あ、やらかしたわ。はあ、何言おうとしたんだろう。え、待って、何言おうとしたんだろう。あ、そう、ハナは自分の顔が、まああれですね。あ、星ありがとうございます、ハナさん。自分のこと、いや、ありがとうございます。昨日始めなかった、元気そうで言った。メイクはいつも結構垂れ目は意識してるけど、いつもよりも垂れ目にした。あとキラキラをめっちゃ乗せて、波の来る強調と、あとは何でしょう、あとは何ですかね。アイラインいつも垂れ目に、いつもより垂れ目に。疲れてない、疲れて、自分のそんなのないんだけど。いや、ゆうちじまさんは可愛いです。すごく綺麗。ハートありがとうございます。ゆきのけちゃんありがとう。結婚してありがとう。いいよ。そう。目尻につけたほくろ。目尻にほくろつけてないです。とうちゃんありがとう。ハートありがとう。感性もっと半身興味。あ、ほんと？可愛い？今日。でもね、最近本当にちょっとサボってた。正直。ちょっと化粧するのとか、なんか。サボってたからちょっとあれだなって思って、なんか飽きられちゃうかなって思ったから
ちょっと可愛くした。ちょっと待って、目の中に何か入ってるんだけど、ちょっと待ってね。うん、大丈夫だった。薄化粧も好き？垂れ目劇場ありがとう。大学はね、化粧してないよ今日大学レッスンはすっぴん。うん、今日すっぴんだった。さっき本当に15分くらいで化粧した。うん、スイッチ入った。まあすっぴんもする。学校もレジャー、そうだね。薄化粧派本当。あ、そう、今日のテーマはまあお人形っていうのもあるけど、まあ自分の顔がそんなにそのまあ大人っぽ、うん、前髪あると幼く見えるんだよね。だからまあ幼さを最大限に生かそうと思って。スピンでも可愛い。本当？そう、ババそう、メイクすぐ終わっちゃった。あ、なんか肌とかやってたらちょっとあれなんだけど、今日肌やってないから。何歳くらいからメイクするものなの？鼻はちゃんとし始めたのは高校生。中学生とかは本当にでもリップとか塗ってたかも。どの鼻ちゃんも好き？ありがとう。ツイン鼻なんですよ。あ、ラブレターありがとう。そうそう、ちょっとね幼くなるでしょ、ツインしてたら。でさ、このリボンとかもさこれは本当に高校生の時、高校1年生とかで買って一生つけてなかったんだけど、使い道ができた。うん、赤ちゃんありがとうね。中学の頃にギャルか。ギャルはな、花行ったことないな。ほら2600、ありがとうございます。皆さんありがとうね。ベースがコーヒーありがとうね。そう、前髪ないとちょっとね大人っぽくなるよね。そう、よかった、使い道があってよかったです。このギャルはこの、そうなの？ナイスリボンありがとう。リボン痛い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 、指挟んだ。おいっ子が小6なのにこそ、あ、でも母の妹もそうよ。小4なんだけど、そうちょっと欲しがったりするよ。母の使ってないやつとかあげたりするけど。食べ終わりました。あ、お帰り。広瀬アリスさんに見える時がある。本当に大人っぽいってこと？ほじありがとう。こんにちは、ナナ。こんばんは。花が好み？本当？こんばんは。そう、古畑さんに似てるって言われますね、たまに。前髪上げてるとね。指挟んじゃったけど大丈夫だよ。あ、フォローありがとうございます。ツインテールしてよかった。あー、でもなんか髪の毛短い時は言われてたんですよね、広瀬すずさん。たまにね。あ、ひよこありがとう。テンションいい感じ、よかった。ハートありがとう。あ、平野さんですか、桃たんって。平野さんですよね。また来ます、また来てください。あれですよね。そう、わかりますよ。ツインって大好評だね、よかった。花の呼び方が統一できなくて悩んでる。花をアイドルとして推したいって思う人は花なんて呼んでほしいで、花と結婚したい、彼女にしたいって人は花って呼んでもいいよ花のことが妹とか可愛い娘みたいだなって思ったら花ちゃんとかでもいいよ。スカイジになったら化粧するのにねえ。そうだね、肌あんまり良くないね。花ちゃんに会えるならもう思い残すことない。本当？会おうよ。フォローありがとうございます。世界で一番可愛い。あ、本当に、本当ありがとう。元気やんラブリー。そう、なんか花って呼ばれるとちょっとなんか特別感あるじゃない。そんなことない？ハートありがとう。友達からは花って呼ばれてる。花か花ちゃん、倉本か、どれか。花って呼んでくれる？花ちゃんって呼んでくれる？こんばんは。何
何何、シャチチーム、シャチホコですか、わかんない、星になってる。え、ありがとうございます、似てるって言ってくださって。はなちゃん、はなちゃんね、全部使って、でもね全部でもいいよ。はにゃにゃはにゃにゃ、はなを猫だと思ってるならはにゃにゃでいいですよ。今日ありがとう、はな、イエーイ。くらもちゃん、そう、くらもちゃんも呼ばれますね。こんにちは、はなな、くらもちゃんでいいですよ。はなちゃん呼びにしてますか、ありがとうね。プーさんになったらハニーって呼んでいいですか、いいですよ。チームシャチさん、チームシャチ、シャチホッコさんは別ですか。シャシュちゃんつけるけど仲良くなると呼びして、そうなんだ。チームシャチさん、こんばんは。モグメ変身は呼び捨てでもいいですよ。ハートありがとう。倉本組長花なんが唯一無二な感じ。確かに花なんて呼ばれるのは嬉しいですよ。あー、シャチホコさんが今はチームシャチ、あ、なるほど、名前が変わったんですね。花ちゃんをお姫様と思っている場合は花姫わかりますよ、あ、そのチーム自体わかるんですよ。でもなんかいつもごっちゃになっちゃう。は、星ありがとう。シャチさん、カミフレと一緒に、カミングフレーバー可愛いですね。ハナナナン、ハナナナン、なんか噛んだみたいになってるね、早口言葉。ハナナナンみたいな、ハナナン、ハナナン、ハナナン、ハナナナンってなっちゃうみたいな。ほら、ありがとうございます。ハナヤン、ハナヤン、いいよ、ハナヤン。でもハナヤン、ハナ見つけた時に、あ、ハナじゃんみたいなのをギフで言うと、はなやんなので、はなやんやんってなるよ。いつになったら俺の女って呼びますか、もう呼んでいいですよ。こんばんは、はなさん、こんばんは、こんばんは。はな、コールははななんが嬉しいです。はななんがいいな。超絶かわいい、はななんって。確かにバナナ、そう。バナナマンさんとか、確かに語呂一緒だね。はなななん、はな、え、はなななん、違うじゃん。はななん。わかんない。はななん。ん？はなな。はななん。あ、ほんとだ、ほんとだ。はい、ありがとう。心の声がリアル感すごい。超絶かわいい。はななん。というやつです。東京バナナン。東京バナナ美味しいよね。ちょっと待って、やっぱり麺なんか入ってる。ちょっと待ってね。うん、オッケー。花花いいよ、花花。かきれなと同じ、かきれな花花って呼ぶから。星ありがとう、虹色の超絶可愛い花菜、イエーイ。そう、語呂がね。ハゾウもありがとうございます。早く花菜コールしたい。して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 、フォローありがとうございます。雪だるまありがとう。花なん、花なん、花なん。確かにポケモンの進化みたい。ハゾもありがとうございます。取ってあげようか、怖いです、人になんか目の中に入れられるのちょっと怖いので。花なマン、おいらの声そんなだめ。いや違うよ、違う違うよ、そういう、なんかなんていうの、わかる。花なんはラガンです。こんにちは、花なん。初見さんありがとうございます。コンタクトじゃないよ。だるまありがとう。お花ちゃんだと、お花はだってあれですもん、ココハンが呼ぶもん、お花はって言うから。ハートありがとう。ハツオもありがとうございます。花なんこれ泣かない、にっこりする。これいっぱいもらえた、嬉しい。目薬しない。オープニングアクト花なんコールたくさん聞こえるといいですね。みんな大きい声出してね。花ちゃんマン、こういう感じ。赤ちゃんマンみたいな。13日結構前の方なんで待ってます。カラコンは最近しないよ。ね、ちょっと前、ちょっと前っていうか加入前はたまにしてたかな。でもしないです、今。いや、ツインテルの花ちゃん、くしょうゆかめありがとうございます。しゅけんさんありがとう。今日もかわいいね、ありがとう。声出していこう、そう、声出していこうぜ、みんな。お花なん、
お花はん、お花はん京都の人みたい。私え勝手な偏見だけどね、ごめんね、京都の人こんなんじゃないよとか思ったら。私は明日座席発表、緊張だね。15日だけですか、これ頑張ります、ありがとうございます。こんにちは、ななん、今日も可愛いね、ありがとう。え待って、13日がチーム E ですよね、14日がチーム S か、15日が K2 か。そうだね。キュンキュンラブリー、こんばんは、フォローありがとうございます、ハートありがとう。はあ、みんなが可愛いって言ってくれるから今日はとても幸せだな。初日は任せろ、待ってます。はあ、じゃあ可愛いのでルームフォロー、ありがとう、ありがとうね、楽しみ、ありがとう。はあちゃんのポジ情報、えこれは言っちゃダメですよ、まだ多分。可愛い、ありがとうございます、フォローありがとうございます。今日は10時までです。上下どっちがおすすめ、上下どういうこと、どういうこと、何の上下、何の上下、あ上手下手か、わかんない、どっちもいるかも。いやでも上手、いやえどっちもいるかも、どっちもいる、どっちもいる、どっちもいるから、みんな安心して、最終日任せお願いします。あ上下か、そうか、上手下手か、そうですね、12期で一番かわいい、今一番かわいいって言われてるかも。ありがとう。そうそうそう、どっちもどっちもどっちもです。あでもそうだね、ココアちゃんの公演は見てました、最初の方は見てました、だけど電波悪くて切れました、終わった。どっちもいるから多分ね、まだ詳細は言えないですけど、岐阜から応援します、ありがとうございます。どこにいても見つけるよ、見つけてね、みんな、そうそうそう、どこにいても見つけてよ。確かに台本はね、いや分かってますよ、分かってますよ、そんな上手下手でどっちか分かってますよ、でも多分どっちもいます、きっとどっちもいるって信じてこようよ、みんな。そんななんか席悪かったとか言わないでさ、星ありがとう。俺は見つからないように頑張ろう、花のペンライトを振ってくれてたら見つけます。こんばんは、うん、ちょっとまだ言えない言っていいのかもちょっとわかんないから、黄色と黄緑の T シャツでいきます、着てね。でもちょっと楽しみにしててほしいですね、ちょっとだけね、ちょっとだけ楽しみにしてて。どうしよう、楽しみになってきた、言わないですよ、みんな楽しみにしてて。どうしよう、花はちょっとダンス姿、今日のあんちゃん可愛くて元気でよくです、ありがとう、ワクワク、いや気をつけます、めっちゃ楽しみ。あくまちゃんありがとう、緊張より試しめた方がいい、そうなんだよね、緊張なんかね、私最初の方は楽しいんだって、だけどどんどん緊張してくる、それにも振ってください、おありがとね。そう今日はねご機嫌なのみんなが可愛いって言ってくれるからありがとう、みんな緊張も楽しむ、確かに笑顔でいますよ、ハートありがとね、ハートありがとね、ハートありがとう。
チュ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 ハートありがとう、ハートありがとう、ハートもありがとう、かわいいありがとう、かわいいありがとう、ハートありがとう。初めてパフォーマンスする姿の前に、それは緊張しちゃう。私はそんなあれですよ、ダンスそんなある頑張りますけど、頑張りますけどね。こんばんは。火炎星3本緊張したよ。肌のペンライトも振ってくれますか。くまちゃんありがとう、こんにちは。ななうん、今日は本当に上機嫌かも。星ありがとう。今日はね、夜ご飯も美味しかったし、なんかアイスも食べた久しぶりにし、正直うちは客席に行った方がいいかと。はい、お仕事ありがとう。飲みの方もありがとうございます。テンション高い花ちゃん、可愛い、ありがとう。ずっとニコニコしてるか。ありがとう。なんて言われるのが一番嬉しいですか。可愛いね、よかった。16日はあのなんとなく決まってます。笑顔が一番ですか。よかった、可愛い、ありがとう。夜はスガキ屋のラーメンとチャーハンでした。いいなぁ、スガキ屋久しく食べてないですね。かわいい、ありがとう。本当にありがとうね、ありがとうね。くまちゃんありがとう。ありがとう、みんなこんばんは。泣き顔好き、ありがとうね。うん、かわいい、ありがとう。ずっと笑顔だよ、そりゃそうだよ。そう、ニヤニヤだよ、もう。ニケンケシありがとう、こんばんは。君かわいいね。君かわいいねって、あ、藤森さんか。うん、かわいいね祭りです、ほんとに。ハートありがとう。肯定感爆上がりですよ、今。こんばんは。いっぱい笑ってるから少し。いやん、笑顔一番好き、よかった、嬉しい。こんばんは。いかぼに言うダメです。レッスンの疲れ取れました。うん、ちょろい、花はちょろいと思う、多分。笑顔が多くてありがとうね。ニヤニヤしちゃう。ツインテールしてよかった。こんにちは、花な。今日スクショ激戦。え、でも花の真顔が好きなんでしょ。悪いお兄さんについていっちゃダメだよ。ついていかないです、そんなのは。早くその笑顔に会いに来て、来てください。笑ってる推しは一番。ぬがめっこしてみる。スイシーだけどそれ。いやん、わかんない。スガキだって昔女性しか入れなかったと教育。え、そうなの。推しに似ちゃうので自分もちょ、あ、ちょろい、みんなちょろい。やっぱり笑顔が一番好き、ありがとう。ツインじゃなくても可愛い、ほんと。二度目の方もありがとう。なんだっけ、何の話。にらめっこかしてみる。にらめっこしましょう、笑うと負けよ、アップップ。やだ、しなければよかった。わかんわかん。っていう感じ。こんにちは、ハナ。やだやだ。にらめっこしようね、今度。確かにチロいよ。ねえ、やだやだやだ、すぐ小学生になるからさいよ。
なんか可愛い写真スクショして拡散してください。にらめっこ新規って何。いやしません、もう変顔。いいですよ、こにらめっこ豆腐会でしましょうね。可愛い、ありがとう。確かに、なになに、ハートありがとね。可愛い写真をこう拡散してくださいね、お願いしますね。ブリブリ花なん。花が一番って言ってくれなきゃやだ。花が一番可愛いって言ってくれなきゃやだ。一番可愛いって言ってよ。面白くなっちゃった。ありがとう。恥ずかしい。恥ずかしいですね、こんなことを言うのは。私はもう19なんです。まだクリスマスツリーない。でもあれがちょっとしたクリスマスツリー。やだ、恥ずかしいな。いや、必殺ブリブリ。どんどん可愛さ更新。ありがとう。もう一回ですか、もう一回、どうしよう。ハナのこと一番好きなの、一番好きなの、どうなんだい。他の子のところとか行ってたりしない。ハナが一番かな。そりゃそうだよね、ハナが一番可愛いよね。ハナが一番だよね、ハナが一番好きでしょう。あ、やばい。変な笑い方しちゃったじゃん。ほら、ありがとうございます。筋肉に話しかけてる。いや、いや、ちょっとやばいですよ。可愛い、ありがとう。筋肉？握手会でお願いしたらやるよ。花のエクボに落ちてみる？どう？母と一緒に、なんだろう、生涯過ごしてみる？何これ。パワーいいよ、パワー、パワー。ほら。演技派？嘘でしょ、演技派ですか。上機嫌です、全然関係ないけど、お兄ちゃん大好き。お兄ちゃん今日も大好きだよ。女優ですか。ほんと多幸感。でも別にあれですよ、でもこうやって言うから、ほら泣いてるのが嘘って思われるんだよ。嘘じゃないから。最近メール取り始め、ありがとう。はい、ジェーム機ですか、ありがとう、かわいい、ありがとう。来てみたらパワー。ごめんなさい、もっとね。いやいや、そんな。ハートありがとうございます、ハートありがとうございます。立候補しながらパワーって難しくない？パワー。何これ、大丈夫、パワー新規。あ、そうなんですか、すいません。泣いてるの嘘って思ってる人いないですか、大丈夫ですか。自然だった、よかった。
よかった。思ってないならよかった。みんなといる時だけは確かにそうだね。こんばんは。ミカ見直したんだね。泣いてる大人のブリブリのみんなキュンキュンラブリー。今日もかわいい、ありがとう。キャラがそう本当に渋滞してる。今日もかわいい、ありがとう。かわいい、ありがとう。パワーパワーパワーありがとうって言われてた。声かわいい、ありがとう。そうちょっと恥ずかしくなっちゃう。なんか我に返っちゃう。泣いたりブリブリだったよありがとう。今日はパワー配信って感じ。無茶ぶりありがとう。いやいやいや、二度目の方もありがとうございます。え、今来た人のためにもう一回何をですか。何を何を何を、パワー、あ、フォローありがとうございます面白い今日の配信。ぷんぷん花菜も可愛い、可愛いも可愛いもんね。どういうことどういうこと。結婚していいよぷんぷん花菜。うん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 、もう角生えちゃうんだからうん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 、ブリブリパワー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 、何ですかこれは本当にテレビで面白い芸人さんもテレビ楽屋でしたか。あ、そうなんだ、楽しそうだね電車に乗ってるで笑い、これえ、ちょっとかわいくてにやけた。本当にパワーぶりっこキャワかわいいがめっちゃじゃない、ありがとうこんばんは。ツインチャイルドの調子、いやツインチャイルドだとみんながかわいいって言ってくれるから調子よくなっちゃうの。僕がかわいい、スノーハイエルは、あ、そうか、すいません。クレツラボスいいですよ。配信終わった後ハナナが心配。多分手なってる。パワーぶりっこみんな手みんな好き。嘘でしょ。自己紹介でパワーしてみよう。どういうことどういうこと。倉本はの、あ、そういうことか。ああ、いつものあれか。じゃあじゃあツインじゃなくても可愛いって言ってくれるけど、あのなんかツインの方がみんな可愛いって言ってくれるの。言葉に出して。今日ありがとう。こんばんは。配信終わった後めっちゃ疲れた。あ、お風呂入るので疲れ取ります。かわいい、ありがとう。ハートありがとう。いやでもね、疲れるっていうかね、普通になんか幸福感で満たされててってなりそう。かわいい、ありがとう。こんにちは、花のツインは魔法の髪。確かに本当になんかツインチェルしてるとなんかアイドルになった感じもするし。そうだね、あ、ちょっと水飲みたい。そうそうそう、水飲みたい。高めツインだといいってさ、高めツインね。オッケーオッケー。素に戻るっていうかってなる。でこれから他の時も可愛いで、ありがとう。配信切ったつもりが来るじゃなくてふんってなってた子みたい。そんなの見せたくないです、恥ずかしいから。プライベートだとツインとかしない、あんまりしないですよ。もうリアルアイドル嬉しい。リアルアイドル SK48 12期研究生 12期研究生。ハードありがとう。いい夢見るぞ、よかった。パワー与えすぎてハードのパワーがなくならないように。はい、究極のアイドル、あ、お兄さん、じゃんじゃんじゃんてでんですね。ちょっとこれはちょっと歌っていけないから、へへへ。今のまさかいよってないですよ。明日の反動が怖くなってきた。じゃあ明日もツインしようかな明日もツインしようかな。明日もみんなが可愛いって言ってくれる髪型をします。
はあ、20歳になったら行きますか。じゃあ20歳行ったら乾杯って。でもあらあんまりな、絶対自分で思う、大人数のところあんまりにあの苦手だから。そう、なんか飲み会とか多分あんまりあれだと思います。わかんないけどね、行ったことないから。ハートのバッテリーありがとうございます。キュンキュンラブリー、ハゾもありがとうございます。飲み言葉によって、そうです、あ確かにそうだわ。高め大好物にお願いします。はい、大好評、ついに好評です。本当に主語って何、どんな髪型でも顔ありがとう。泣きながらか、え、そうなの、え、私そういう感じ。お酒か、そんなにな、どうだろう。でもなんかママは飲まないんですよね、お酒強かったら。どうだろう、どうなんだろう。また20歳になった時にみんなに報告するね。私お酒飲めたよって。修行、あ、お酒強いって意味なんだ。強いのかな、わからない。でもパッチテストいつも赤くなっちゃう。星ありがとう、ハートありがとう。なんていうの、泣き上等、何それは。ママはね、ノンアルのね缶しかも飲んでないよ。そう、あと10ヶ月後。なんかやっぱりずっと目の中になんかあるんだけど。ないわ、なんかあると思ってもないんだけど。なになになに、なんて書いてあるの。お披露目の頃と比べてアイドルらしかない。ほんと、こんにちは。あ、かわいい、ありがとうありがとう。2歳になってお酒デビューしたら教えます。アルコール消毒もダメなの。こんにちは。なんですか、青木理香さんはお酒が好きなんですか。ジョーゴって読むんだ、酔うと泣く、そういうこと。クワ13日乾杯配信。え、でもさ、ショールームってお酒飲んじゃダメじゃない。クワ13日、ジョーゴ、ゲコ、そうなんだ、飲める飲める、あ、そういう意味なんだ。ダメです、あ、そうなんだ、そうだよね、やっぱりダメだよね。目薬さしてみようかな。あ、目薬どこやったの。え、あ、そうなんだ、青木さんはお酒がお好きなんですね。じゃあなんか教えてもらえそう。飲めても飲めなくても、何ですか、あの弱い人にはこれがおすすめだよとか教えてくれそう。飲んだふり。ハゾマ、ありがとうございます。あ、全くダメなんだアルコール。 MC でお酒、あ、そうなんだ、隠して飲んでる、そうなの。それってさ、良くなくない、良くなくないっていうか、うん、あまり良くないですよね。ハゾマ、ありがとうございます。2歳になっても意外とそんなに変わらないお酒の、あ、そうなんだ、画面に映る。どういうこと、どういうこと。沢田さんですか。ウーロン茶、そうだね、ウーロン茶、ウーロン茶で乾杯しようか、みんなで。ちょっと待ってね、あった、ウイスキー、よくないけど面白い。あ、そうなの、めっちゃヒートテック見えるな今日。あ、アルコール消化できないんだ、そうなんだ、そうだよ、飲まなくても感じじゃん。やばい顔になった、こうやってティッシュの ある、めっちゃやばい顔になってた、アイドルじゃない顔になってた。よいしょ、ね、見たことない顔だったよね。あ、ありがとうございます。2615人。
ありがとうございます。フォローしてくださった方、あ、見ます、カラオケ配信、沢田さんの。人手かあったかい、お酒強くないけどよく、あ、そうなんだ、ちょっと中杯、え、そうなの、美味しいの、あ、そうだね、おつまみだけだね、そうだね、水水可愛くないよアイドルなんて呼ばないでえ、変な顔スクショしないでください。違う違う違う、泣いてないですよ、泣いていいんだよ、すいません違う違う、泣いてないです、ちゃんと目薬どんどん、うん、ありがたいですね。でもどうして急にあんなに増えたんですかね。にゃあああ、カラオケ配信があるから、なるほど、通風の人だな、そうなの、うん、多分大丈夫、大丈夫になったと思います。カラオケか、誰でさ、飲んでる人がいる、え、そうなんだ、ハヤちゃんの魅力です、ありがとうございます。来年楽しみ、あ、そうなんだ、坂道ファンの方、みんなで配信してた時他の子のファンを見せて釣ったんですかね。私はカラオケの頻度割と高いですけど、でもちょっともうなんかあれですよ、16日までやらんとこうって思って。こんばんは、2度目の訪問ありがとうございます、ハートありがとう、こんばんは、キュンキュンラブリー。そうですね、カラオケは皆さんありがたいことにね、ツインテールかわいい、よかった、毎日配信頑張ってるからもある、そうだ、ね、確かに、まあ毎日やってますね、結構。ボリューミーですね。16日 SK の曲多めだから、なお SK、 うん、 SK のファンの方に見に来てほしいですね、たくさん、48グループを好きな方にも見に来てほしいですけど、カラオケの次はパワーでフォロワー何ですか、数人で配信した時サータンルーム歌ってることやだ、ちょっと恥ずかしいですね。あ、あれ、ありがとうございます、雪の結晶、お別れリツイート、何を何を、ゆきなぎさんありがとうございます。そうです、 SK ファン、いやでも花の配信来てくれてる方 SK ファンの方はそれは多いですよね。ハズオもありがとうございます。 NMB のサダノさんって見ますか、ありがとうございます。お花なー、お花はん、お花はん、こんばんは、こんにちは、花なー、かわいいですか、よかったん、ありがとうございます、倉本花ちゃんってこのファン、ありがとうございますバラありがとう、みんなありがとう、真顔スクショ、スクショした、今日も概念ありがとう、ハートありがとう、ハートありがとう、そう今日はツインテです、焼肉食べたいね、16日はなんとなくだけ決まってます、ラブレターありがとう。3時半に起きてみやびちゃん、3時半、恐ろしいですね、3000がどのタイミングなのか、3000人ってことですか、
や、わからないです。で、みやびちゃんもはなちゃんとコラボ配信、はなもしたいです。やっぱり澤田さんのあなたとクリスマス本当に上手でした。はい、見ます。猫耳1時間ぐらい、そう、うん、でき1時間半か2時間かですかね。1時間から2時間の間。はなちゃんこんばんは。今日姫感ほんと？今日はね、そう、ちょっとお人形みたいなのを意識してメイクとか髪型やったの。猫耳配信はなんかするの？ね、一応なんだろう、オムライスを用意しておいて食べるご主人様みたいなノリでやる。メイドだから。で、萌え台詞をいっぱいやろうかなって思ってる。みんなが萌え台詞をリクエストしてくれたら、まあ、メイド服なのでその時ぐらいはいっぱい萌え台詞言おうかなって思って。ネゴミ配信何時間でも見ていたい。ほんと？違う、食べるわけじゃない。あ、そうも、ありがとうございます。もぐもぐもしたい。そう、ケチャップでなんか描きたい。ケチャップ描きません、ドスコイは。ゴミ配信描くてよかったです。ちょっとほっぺが赤くなってる。ほんと？よかった、可愛くてよかった。あ、ちょっともう58分ですね。動画は夜は大丈夫だと思う。本当？来てね、ぜひ。オムライスは自分で作る。だってもしかしたらあのね、10日はあの8時からにしてるけど、あのもしその前のあのなんかその前にちょっとあれなの、仕事じゃないけどさ、あの案件があるわけですよ。だからそれが長引いたりしたらもうちょっと遅れちゃうかも、可能性もあるかも。オムライス作ってるとこからはちょっと厳しいですよ。こんばんは。そうそうそう、ハートありがとう。はい、ドロフオムライス難しいです。だからその場合はメールで言いますね。時間変更って言います。卵割れます。これからもいっぱい褒めますから覚悟しておいてください。ありがとう。どうか公園なので帰りに見れるか見れないか、もしかしたら遅くなるかも。そうそうそう、お料理配信はちょっとまあ別日にやりましょうか。じゃあ、はつおもありがとうございます。ってことで壇上を見たいと思います。今日ははつおもありがとうございますね。さあ、いきますよ。13位は黒猫ちゃん、ありがとう。12位はマイメロちゃん、ありがとう。11位はたこ焼き犬、ありがとう。10位はかわいいクロミちゃん、ありがとう。9位はピンクアイドル、ありがとう。8位はメロンパイヌ、ありがとう。7位はカニラスカル、ありがとう。6位は緑のおじうちわ、ありがとう。5位はパンダ、ありがとう。4位はパンダ、ありがとう。3位はマビエ、ありがとう。2位は猫耳小判、ありがとう。1位はキョンヒヨコ、ありがとう。そう、めっちゃ急に壇上読んじゃった。ありがとね。今日はちょっと10時に終わるっても決めてるので、おやすみ、みんなおやすみ。今日もお疲れ様でした。ありがとう。お疲れ様でした。ってことで最後に自己紹介して終わります。さあ、SKE48 12期研究生の倉本花です。岐阜県出身の大学1年生、19歳です。
ニックネームは花なんです。なんだっけ、サイリウムカラーは黄色と黄緑です。今度12月10日今週の日曜日に猫耳メイドの配信やります、コスプレので。12月16日来週の日曜日にカラオケ配信、2時間のカラオケ配信します。ぜひ今日見て気になった方フォローお願いします。ぜひフォローしてください、お願いします。みんなお休み、あ、土曜日かな、え、いや日曜日です、日曜日。ありがとうございます、中華でお疲れ様、またな、フォローお願いします、ぜひフォローお願いします。おやすみメール送ります、楽しかったよ、ありがとう、またな、またな、おやすみ、おやすみなさい。またな、バイバイみんな、また夢で会おうね、そしてメールも送るから待っててね、おやっぽに、じゃあねー、おやすみー、また明日ねー、バイバーイ、またなー、あ、そう、ありがとうございます、また見に来てください、終わっちゃうのでフォローお願いします、またねー、バイバーイ。